大友竹姫は、日本書紀などに伝わる、古墳時代の人物。聖和連、主人長の官人である、法日命の子。日本書紀では、大友竹連、多分県では、大友献美連、献姫命とも表記される。古事記に記載はない。大友連の演奏である。水人天皇朝では、ご大部の一人に数えられるほか、傾光天皇朝における日本保高統制の従者の一人で、 ある。日本初期、水人天皇25年2月8日上では、部、定川別、被告に武器、大鹿島、土地らと共に、大部の一人に数えられており、天皇から神儀祭祀のことを命じられている。坂織宮、日本初期に見える、坂織宮伝承地。また同書慶光天皇40年7月16日上によれば、日本穂高の統制に際して、 き備武彦と共に従者に任じられている。統制では、かいの坂織ぐるにおいて、日本穂高から、強部を賜わったという。日本三大実録上岸三年十一月十一日上では、友野の雄の倉庫とのうちで、大友健秘連は、慶公天皇の時に、和部命に従って、東国を平定し、その功で、佐野帰国を賜わったと見える。またその倉庫とでは、故 剣持ちをはじめとして子孫の名が記載されるが、その中で陰陽天皇朝には和子連行が讃岐国造に任じられたとある。しかし大友剣比連が讃岐国を賜った事実はなく、讃岐の佐柄木正しとは無関係である。ありがとうございます。